にちは、古写真研究員の井桜です。今回は入れ墨や博打の歴史のお話です。第14話、男の道楽、どうぞご覧ください。入れ墨は古代からエジプトや中国、インドやメソポタミアなどで宗教的な儀式や社会的な地位を示すために行われてきた。古代ローマでは奴隷に特定のデザインの入れ墨が施され、一目でその身分が分かるようにしていた。日本でも出土した埴輪や土偶に入れ墨の模様があることから、頻繁に入れ墨をする習慣があったと推測される。しかし7世紀頃から徐々にその習慣がなくなってきたようである。戦国時代を経て江戸時代になると入れ墨は復活する。恋人たちが永遠の愛を誓ったり、橋脚たちの間で誓いを立てるといった意味で入れ墨をした。その後、装飾の一つとして人の肌に絵や文字を彫る彫り師という職業が確立すると、火消しや大工、籠かきや飛脚など裸体で働くことが多い労働者に流行した。その痛みに耐える勇気と息を競う男の美学がそこに存在したのだ。浮世絵師たちが小説の主人公たちの挿絵や歌舞伎役者の浮世絵に入れ墨を加えて描くと、儒教志向の武士階級には流行らなかったが、ふんどし姿で働く男たちにはさらに大流行となる。明治5年、太政官の2つで入れ墨は禁止となった。それは来日した外国人が入れ墨を自慢げに見せて歩く彼らを日本特有の風俗として旅行記などで紹介したからである。近代化を目指す明治政府は入れ墨を野蛮としたのだ。それでも入れ墨を入れる者は後を絶たない。浮世絵師が下絵を描くことも多く、その技術と色彩は世界に誇れるものだった。入れ墨料は高価だったが、仕事帰りに調子を握り啖呵を切る江戸っ子にこの背中は欠かせない。明治時代、小銭や茶菓子をかける花札が女性の間にも広まるほど、人々は小さな掛け事を楽しんでいた。こちらの写真は、狭い裏庭でサイコロの班長に小銭をかける男たち。博打を交えた本格的な賭博ではなく、仲間内の小さな博打のようだ。現行犯でないと捕まらない。それでも放火無理は後ろめたさの表れなのか、サイコロや銭を置くボンゴ座は警察の手入れから逃げやすくするために小さく簡易なものである。博打で財を失うものもあっただろうが、このスリルと誘惑は働く男たちの道楽の一つであったに違いない。